昨年もですね、初めて導入させていただいた一昨年も、最終の換金率が99.8%、いわゆるこう100%に至っていないという現状でございます。実際に、まあ、11月30日を過ぎてです、ね、あのまあ、現金千枚券を窓口担当課のところに持ち込まれて、なんかならんかというふうに来られる方も、 おられたというふうに聞いておりますがこれはもう本当に11月30日の使用期限になっておりますこれを過ぎますとただの紙になってしまいますのでぜひ市民の皆さんにはお買い求めいただいた方には多いんですね活用していただいて地域経済の活性化に一役買っていただきたいと思っておりますちなみに使用できる店舗につきましては愛媛市内855店舗ございますそれぞれの使用できる店舗には 赤色のですね商品券取扱店のステッカーが貼ってございますので、そちらの方をまた目安にしていただきたいというふうに思っております。また、あの具体的な店舗の、まあ、名称ですね、一覧表につきましては、各地区の行政センターの窓口や、市のホームページにも掲載をしてございますので、こちらの方をぜひご覧いただいて、いみず現金千枚券。 ぜひご活用はお,お忘れなく活用いただきますように、ご利用いただきますように。下げてお願いをするところでございます。続きまして発表事項の2点目でございます。え、植栽井水丸ごとフェアの開催ということで ご説明させていただきます昨年、第1回を開催させていただきましたが、東京地方で開催させていただきまして、大変盛況に開催をさせていただいたところでございます。ことしも第2回目といいますか、第2弾といいますか、そういった形での開催を予定をしているというところでございます。やはりなんと言いましてもです、ね、最大の情報発信源でもあり、消費地でもあります、この首都圏におきまして、 この伊水が誇る食をはじめとした様々な魅力を PR をしていきたいとでこれによりまして市内の伊水市の知名度を図るとともに市内いろんなですね、えー、まあ、取り品物といいますかこれを取り扱っていただいておりますそれぞれの事業者の皆さんの販路の拡大も合わせて図っていければというふうに考えているところでございます、えー、まあ、主催といたしましては伊水市そして、えー、観光協会さんと 連携をしながら開催をさせていただきたいと思っておりますし、また協力、協賛という意味で、商工会議所、また商工会、さらには県のですね協力もいただきながら、開催をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。開催の期間につきましては、11月の22日から12月の4日の13日間を開催の期間というふうにさせていただき、 メインイベントなどを行う中心の会期については、12月の3日土曜日、4日の土曜日、あ日曜日、4日の日曜日、午前11時から午後5時まで、この2日間を中心の会期として、メインイベントとして、有楽町の方にございます東京交通会館、1階のイベントスペースで、物産の販売でありましたり、 また観光ポスターなどの掲示、射、えー、水市の紹介、またさまざまな集客イベント、また12月ちょうどです、ね、この時期に公開されます映画、レールウェイズのパネル展などをこの東京のです、ねえー、有楽町、東京交通会館というところで 12月の3日、4日、2日間、中心のメインイベントとして行いたいというふうに考えております。その他同じその有楽町の東京交通会館、地下1階に富山県のアンテナショップ、いきいき富山館というものがございますけれども、こちらの方では、先ほど申し上げました、11月の22日から12月4日までの期間、隠水市のいわゆるこの物産といいますか、ガンドブリでありましたり、カニ 鮮魚などの販売これは、日,日ですけれども、みずの四季の写真展などを開催をさせていただく予定にしております。またあの、もう一つの取り組みとしまして、東京のです、ねえーまあ、いわゆる飲食を提供する店舗、こちらと連携をして、実際にいみの食材を使ったさまざ、あ、まな、あ、メニューといいますか、こういったようなものを提供していただく取り組みも。 今年予定をさせてていいいいただいているところでございます協力いただくお店は、ですね日本酒スローフード箱舟というお店でございまして、東京都内に4店舗、実はお店を構えておられます。大銀城銀座中央通り店、銀座印図店、新橋店、四ツ谷店、この4店舗ございますけれども、それぞれご協力をいただきまして、イミズ市の食材を活用したランチでありましたり、 またディナーコース、これらを提供していただく、この期間中に提供していただく予定にしておるところでございます。えー、ぜひですね、ご関係の皆さん、また東京にお知り合いの方、おられましたら、東京に行かれる際に、こういったようなものも、まあ、試していただいてですね、えー、ぜひご支援いただければありがたいなというふうに思っております。詳細についてはパンフレット 等に掲載してございますのでこちらの方またご覧になっていただければというふうに考えておりますえー、とあと発表事項その他ということでさせていただきたいと思いますがあの先日11月の2日でございましたけれどもいみずし職員政策コンペティション これをを実は開催をさせていいいたただとこころでございますこの審査結果が取りまとめましたので、この場をお借りして、発表させていただきたいと思います。この政策コンペティションにつきましてはです、ね、職員研修の一環として取り組まさせていただいたものでございます。職員の政策形成能力、またプレゼン能力、こういったようなものをです、ね、ぜひ要請をしながら、また同時に職員のアイデアを生かして、 さまざまな市が抱える課題の解決に向けた、そうした方策を導き出す、こういったことを目的に、えー、開催をさせていただきました、えーまあ。今回は初めての取り組みでございましたけれども、8件、えー、17名の方からあ積極的なご提案をいただいたところでございまして、現、ま、在、あ、にです、ね、審査をさせていただきましたところ、1件を最優秀賞。 3件を優秀賞として表彰させていただくこととしたところでございます。えー、最優秀賞に選ばれたものは、ですね、えー、宿泊立地可能性調査と新幹線開業後の二次交通の在り方について、これが最優秀賞でございます。優秀賞3件につきましては、ソーシャルメディアの活用による情報戦略。えー それとノーマイカーウィークにおける自社出勤制度の導入について、そして最後が防災・災害対策資格制度の導入、この3点を優秀賞として表彰をさせていただきます。それはこれらのですね、えー、提案内容などにつきましては、あまあ、別紙に掲載してございますので、またこちらの方をご覧いただき,いた,だきたいと思いますが、まあ、全体的な公表といたしましては、やはり今年初めて、 これを企画をさせていただきましたが、職員、参加いただいた職員の皆さんには、さまざまな課題を捉えです、ね、それを解決するためのいろんな方策、こういったものを自ら立案し、また調査もし、そしてそれをしっかりと発表をするといいますか、公開の場で発表するという、そうした中で貴重な体験ができたのではないかなというふうに考えておりますし。 また実際、拝見させていただいて、一応、4件ですね、表彰ということでさせていただきますが、表彰に至らなかったものも含めて、すべての参加いただいた、発表いただいた内容については、大変素晴らしい内容であったなというふうに感じさせていただいております。これら提案いただいた施策につきましては、今後、その担当課などで、有用性についてまた十分に検討していただいてですね、 可能なものについては、順次、施策の展開に活用させていただきますとともに、予算計上もできればですね、していきたいなというふうに考えているところでございます。ちなみに、来年以降もぜひ、この事業といいますか、こちらについては、続けていきたいというふうに考えております。まあ、職員の皆さんにはですね 来年に向けてまたいろいろ企画を練っていただければありがたいかなというふうにも思っておりますし、こうした機会を捉えながら、職員の能力を高めつつ、市が抱えるさまざまな課題への解決、改善、また、いみそのもののさら、ね、なる町の発展に向けて、市、職員、行政を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりままますす皆さんのまたごごごご理解ご協力ををかかららお願いいい申し上上げるところででざざは以ます。